にちは、ゆきまおみです。今日は What's in my bag ということで、今日撮影で現場に来てるんですけど、その合間の休憩時間にちょっとバッグの中身をご紹介したいと思います。さあ、今日のバッグはですね、これです。じゃじゃーん、プリニオビソナのバッグなんですけど、イタリアのブランドで、すごいこう革が柔らかいカーフを使っているので、すごくこうしなやかで肌になじむし、洋服にもなじむし、持ちやすいんですけど、こんな感じで持ちやすい、すごい硬くなくて持ちやすいんですが、なんと私のコラボです。ゆきまおみとプリニオビソナのコラボバッグですけども、このバッグにも実はポーチが、専用ポーチもついてくるんですね。ちょうどバッグにこう入るようになってて、プリニオビソナのこれ裏地でも、これ裏地なんだけどリバーシブルでも使えるんで、よいしょ、こうやって裏返して、でリバーシブルで使うと、こっち中にもポケットこうやって外側についてたりとかするんですけど、すごいこう汚れる場所とか公園とか行く時も使いやすいし、でナイロンなので汚れても大丈夫、でこういう紐がついていて、ここにつけることもできます。肩紐をチェンジすることもできる、こういう感じでくっつけるだけ、肩掛けとか斜め掛けもできちゃうので、すごい便利なんですけど、長さも変えられるから、まあ、バッグの紹介はこのくらいにしまして、はい、この中に入っているものをご紹介します。最初ポーチ、ポーチの中も後で紹介します。水筒、白湯入れてます、健康のためにね。でそれからナイフは前も紹介したかな、バレンチナです。あとは携帯、あ、やジミーちゃんが映ってしまいました、携帯、それから鍵って感じですね、はい、ポーチの中身紹介していきます。このプリニオビソナのポーチの中にファンデーション、オフイのものです。すごいね、まあ、家でメイクとかしてきた人とかでもちょっとこう直すのにクッションファンデ、ちょっとねお花の小鼻の上とかよれてきたところを直します。であとこれが消毒です。すごい6時間とか持つんですけど、アルコールじゃないので手が荒れたり乾燥したりしないので、すごく使いやすいです。あとね、日焼け止め、ビタブリッド C の日焼け止めです。ちょっとした時にもう手とかもういつも塗っとかないと、やっぱりね、春も日がすごく当たりますからね、夏だけじゃなくてね。はい、そしたらリップも入れてます。こういうおさじのリップです。もうなんかこう直したりとか、こういう色、そんななんか強くなくて大人っぽいですね。はい、そして携帯の充電器、ゴム入ってますね。あとこっちの気になるでしょ、この昔懐かしいスケッチブックの袋がコンビニで売ってたので思わず買っちゃった、なんか可愛いと思って、スケッチブック、スケッチポーチで、これにはまあ例えば予備のマスクがいっぱい入ってたり、あとこういう携帯とかパソコン関連のグッズが入っていたり、あと私の大好きなやっぱこれね、新幹線のグリーンに乗ったらもらえるお手拭きとか、使わず入れとくんです大体とか、あとこういう花粉症の薬とか頭痛薬とか、そういうお薬だったり、これ花粉症の時期ってまたこう肌も荒れるんで、ちょっと塗り薬だったり、こういうものが入っています。ポーチ、スケッチポーチ、可愛いね、こんな感じです。このね、なんかプリニオビソナのポーチ
あると中で物がこう散乱しないので、このままよいしょこっちで使ってもかわいいし、まあ、やっぱり今日はちょっとお仕事の現場なのできちんと感を出すのに、お湯でも飲んでみとか、おいしい。こうなんか熱すぎずでもぬるすぎずな、ガブガブ飲める温度のお湯をね自分で作るんです、ウォーターサーバー混ぜて。はいはい、バッツインマイバッグいかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。またいろいろご紹介していきます。